新築の家に、乙女、琴女、義兄夫婦を招いた。結婚するときに、私の母が、地元の伊万里や唐津の食器を揃えてくれたんだけど、乙女がそれを褒めると、北欧趣味の義兄嫁が、年寄りの家みたい、と馬鹿にし始めた。母を馬鹿にされたみたいで、カチンと来たので。そういえば、兄さんの家には、高い食器がたくさんあって羨ましいですね。と返してみた。え？高い食器？と驚く義兄と、あわあわ慌てている義兄嫁に、〇〇なんて、1枚3000円以上するんですよね。すっごい。と追い打ちをかけた。以前、義兄宅に遊びに行った時に、義兄嫁が、夫の小遣い減らして買ってるの。と食器を自慢してたのを思い出したんだよね。夫には秘密だよ。って言われてたけど。義兄は、ここ数年食事が貧相になり、小遣いを減らされたのは、子供のための貯金ではなくて、すべて食器のせいだということを初めて知り、凄まじく怒っていた。すぐに自宅に戻って、義兄嫁に任せていた家計を確認すると、貯金なんてろくにしてなかったことが発覚したそうだ。専業主婦を満喫してた義兄嫁だが、今はパートをしている。本来、貯めているはずの金額を取り戻すまでは、許してもらえないとのこと。義兄は、今まで、月1万円の小遣いで我慢してたみたいで、3万円に増えたと喜んでいる。義兄に対して、そこまでやってるとは知らなかったので、早く教えてあげればよかったなと思った。もともと給料が少ないのに、義兄嫁は専業主婦を希望。最初はやりくりして、貯金もしてたみたいだけど、ある程度貯まったところで、前から欲しかったものを、1枚だけ記念に、から始まったらしい。その後は、お気に入りのブロガーさんが買った食器が欲しくなり、ブロガーさんが行くおしゃれな店でランチをして、ブロガーさんと同じブーツを購入しちゃった。みたいな感じで、自分だけのお金じゃないってことを完全に忘れてたみたい。